ジョン・エム・ラウンジは、アメリカ合衆国の技術者、アメリカ海軍の軍人、アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士である。スペースシャトルで3度の宇宙飛行を経験し、482時間以上を宇宙で過ごした。1985年の STS-51 から1と1988年の STS-26 では、ミッションスペシャリスト、 1990年の STS-35 ではフライトエンジニアを務めた。ラウンジは1946年6月28日にコロラド州デンバーで生まれたが、バーリントンを故郷と考えている。1964年にバーリントン高校を卒業し、1969年に海軍兵学校で理学士5、九百七十年にコロラド大学ボレダー校で、 天文地球物理学の修士号を取得した。その後、米国航空宇宙学会でフェローを務めた。ラウンジは、海軍兵学校を卒業すると、アメリカ海軍に入隊し、その後の9年間様々な任務に就いた。フロリダ州ペンサコーラでの海軍飛行士の訓練を終え、続いて F-4 のレーダー回避の訓練を受け、カリフォルニア州ミラマーに本拠地を置く。 第142戦闘機部隊に所属したと言われている。ここで彼は航空母艦エンタープライズによる9ヶ月間の東南アジア遠征とアメリカによる7ヶ月間の地中海遠征に参加した。1974年、彼は物理学の教官として海軍兵学校に戻り、その後1976年にワシントン DC のネイビースペースプロジェクトオフィスに移動し、 二年間勤務した。1978年に彼は海軍の士官を退役した。ラウンジは1978年7月にジョンソン宇宙センターに雇用され、ここでスペースシャトル打ち上げ衛星の技術者やスカイラブの飛行制御チームとして働いた。1980年に宇宙飛行士の候補に選ばれ、一年間の訓練と評価を終え、 1981年8月に宇宙飛行士となった。STS-1、STS-2、STS-3 ST では、ケネディ宇宙センターで打ち上げサポートのチームに加わった。最初の宇宙飛行後には、最初の低温燃料の開発に携わった。計画が中止されると、再び宇宙飛行の部署に戻り、1989年から1991年まで、 宇宙ステーションの運航計画に携わった。ラウンジは1991年に NASA を退職し、スプスハブに加わった。彼は NASA の退職について、去るのはとても厳しい仕事だが、3度の宇宙飛行は私の公平な取り分で新しいチャレンジへの用意はできていると説明している。2002年には、 ボーイング社のスペースシャトルと宇宙ステーション開発プログラムの責任者となった。また2年後には防衛システムと宇宙探査の開発の責任者となった。2011年3月1日、ラウンジは肝臓ん由来の合併症で死去した。故郷のバーリントンの18番通りの一部をコロラド州はマイクラウンジドライブと解明している。ありがとうございます。